百州武道具店の動画。バカでもいいよ、元気なら。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？おー！いつもみんなが元気いっぱいで稽古してればいいんだけど、たまにはスランプだったり、やる気がなかったりするよね。そんな時に、剣道の先生だったらみんな知ってるぐらい有名な元気をもらえる言葉があるんです。皆さん、昭和の剣聖と言われた持田守治先生って知ってますか？ちょっと調べたら、1885年生まれなので、もし今生きてたとしたら、134歳ぐらい。もちろんその昭和の時代のめちゃくちゃ偉い先生なんだけど、一言で言うと、剣道10段の先生。剣道って8段までじゃないのって思うかもしれないんだけど、これまでに実は5人だけ10段の先生っていうのがいたんです。そのうちのお一人。それでこの先生、何が素晴らしいって言われてるかというと、剣道はめちゃくちゃ強かったです。めちゃくちゃ強い。どのぐらいかっていうと、第1回昭和4年の天覧試合、天皇陛下の前でやる試合があったんですよ。これで優勝。そこで有名になりました。そして、それだけじゃないんですよ。そんなに強いにも関わらず、全然威張ってないんですよ。生活もめちゃくちゃ質素。だからこのギャップにもう皆さんもう頭が上がらないわけですよ。そしてさっきの剣道10段って話したんだけど、それもちょうだいちょうだいじゃなかったです。いらない、いらないだったです。そのいらないって言った理由は、自分の先生だってそんなのもらってないんだから、私なんかもらえないですっていう感じだったのよ。それがまたもうみんな大好きになっちゃうとこなんですよ。本当にすごい先生はこういう感じなんですよ。そんな持田先生が亡くなる前に言った有名な遺訓があります。今日稽古行こうかどうしようか悩んでる人聞いてください。必ず元気をもらえます。剣道は50歳までは基礎を一生懸命勉強して自分のものにしなくてはならない。普通基礎というと初心者のうちに習得してしまったと思っているが、これは大変な間違いであって、そのため基礎を頭の中にしまい込んだままの人が非常に多い。私は剣道の基礎を体で覚えるのに50年かかった。私の剣道は50を過ぎてから本当の修行に入った。心で剣道をしようとしたからである。60歳になると足腰が弱くなる。この弱さを補うのは心である。心を働かして弱点を強くするよう努めた。70歳になると体全体が弱くなる。今度は心を動かさない修行をした。心が動かなくなれば相手の心がこちらの心の鏡に映ってくる。心を静かに動かさないよう努めた。80歳になると心は動かなくなった。だが時々雑念が入る。心の中に雑念を入れないように修行している。昭和の剣聖って言われた先生でも基礎を体で覚えるのに50年かかったって言うんですよ。これはもうね、もう僕は反省しないといけないです。ほんと普段もう YouTube で生意気なことばっかり言ってほんとすいません。もうちょっと頑張って稽古します。まあ、たくさんの人がね、この持田先生の遺訓聞いたことあるって人多いと思うんだけど、まあ、有名だからね。実はこの遺訓には続きがあるのを知ってました？剣道というものは恐ろしいもので、50過ぎてから急に成長する人も、60過ぎてから驚くほど上達される人もいるんですよ。その反面、相当の講談者でも節制を怠り稽古を忘れてしまうと、せっかくそれまで修行を続けて得た技量がみすみす下がってしまうものなんですよ。いかがでした？今晩稽古行きたくなるでしょ？剣道やりたくなりますよね。いや、僕はね、この持田先生の遺訓をね、聞くたびにね、今日の稽古楽しんでこいって、これなんか言われてるような気になるんですよね。いや、じゃあ今日も稽古行くかな。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよー。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。
ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。